っぱり YSP。 はい、皆さんこんにちは。本日はボルト、950ですねに乗ってまいりました。まずはですね、もう結構街にも走ってるモデルにはなるんですけども、これ今回新しい色ですね。ちょっと見てみましょう。シルバーというかちょっと独特な色ですね。そしてこういう、特徴的なグラフィックが入っているモデルになってます。そしてですね、このボルト、こういうカラー、まあちょっとこういうモデルって割と見た目の話が多くなるんですけども、こういうカラーっていうのはですね、結構こう年で変わっていく。例えば SR だと今400って書いてあるやつ、緑色のタンクがあったりとかしますけども、そういうちょっとですね、長いこと何年も何年も似たような色で出されるものではない、ちょっと特徴的なカラーになってますね。こういったモデルを買うのもですね、こういう販売台数が多いオートバイではなかなか、いいと思います。個性が出て、そしてですね、もう結構いろんな動画で語り尽くされてるかもしれないんですけども、ちょっと乗った感じの雰囲気を、説明してみたいと思います。このボルトというモデル、だんだん歴史が長くなってきましたね。まずですね、兄弟車といえばいいんですかね、ボルトカフェがあります。そして SCR というモデルも最近出てきましたね。そしてこの手のクルーザーモデルというのは、結構その見た目がすごくかっこいい分、我慢が多い車両でもあったりするケースが多いんですけども、このボルトに限って言うと、そんなでもないですね。兄弟車が結構、硬派なモデルが多いので、そういうのが出揃ってしまった今では、気になる部分としてはまあポジションぐらいですかね。でもポジションもですね、そんなにこうきつくないというか、ちょっとねまたがってみるんですけど、ステップに足を置いてハンドルを持った時に少しだけ前傾になります。それがこのボルトの特徴とも言える部分なんですけども、そういったところはですね、長時間乗るとこの背中の上の方っていうんですかね、丸まってる部分が少し疲れるんですけども、ただですね、まあ今となっては割と重箱の隅をつつくようなイメージなのかなという気がします。そしてこの特徴である背中が丸まる部分というのはですね、このボルトの、イメージというか、設計の段階でのこだわりみたいで、このバイクって、普通こういうクルーザーモデルってかっこいいモデル多いですよね。カタログを見てももううっとりするようなデザインのものが多いんですけども、このボルトは乗った人を含めてのデザインをしたみたいなんですね。こう少しこう背中を丸めて乗る、そのオートバイと人間が一体となった姿をイメージして設計されている。そういったところはですね、例えばスポーツモデルなんかで、ポジションこうすると、風がこう当たるからとかっていう発想とはまた別の、デザイン、あくまでデザインの部分に対しての、人間も含めた設計というところはちょっと面白い発想になるのかなと思いました。そしてこのボルト、とてもよくまとまってまして、イメージと、まあ、車両価格も含めてなんですけど、とてもよくまとまってまして、ヤマハだとこれとは別に 950A というモデル、 XVS ですね、 950A というモデル、そして、1300CU ですね、そして1900というラインナップがあって、その中では一番排気量が小さいモデルにはなってるんですけども、やはり価格もすごく、抑えてあるのと、とてもその他のモデルに比べるとシンプルです。そして全体的にこう黒を多用していて、ホイールなんかもですね、こうとても綺麗なホイールだと思うんですけど、まあ、ブラックとシルバー、ここは切削で、磨いてある感じですね、になっていて、こういうところほとんどブラックアウトされていて、その他マフラーとかマフラーの液パイ部分ですね、そういったところも黒を基調としてまして、エンジンにもほぼメッキを使っていない。それはですね、ヤマハの、他のクルーザーモデルと比べても割とこうダークなイメージという言い方がいいのか分かりませんけども、昔ながらの、キンキラのイメージよりは少しこうダークなイメージになっている、そういったところもこのボルトの特徴と言えるんじゃないでしょうか。このボルト、なんといってもですね、個人的にとてもお気に入りなのはやっぱ音ですね。この音がですね、いろんなところがとても魅力的です。そしてこのパルス感もすごくいい振動が出てます。どこ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 って言うんですけども、ちょっとエンジンかけてみますね。
こういう感じですね。で、ちょっとこの音の部分なんです。音の部分なんですけども、ちょっとギア入れてみたいと思います。この、シフトを操作したフィーリングを、やってみるとですね、ギアが変わってますよという感じというんですかね、歯切れの良いイメージになってますし、ただ、仰々しくはないんですよね。例えばそのすごくガチャーンって言うとかそういう感じでもない、程よい、操作するのにちょうど楽しいところになってます。そして、これ純正なんですけど、かなりこうパルシーな音がするんですよね。で、これはあの排ガス規制でユーロ4っていうのが入ってますので、それに対してあの日本国内の規制に比べるとユーロ4の方が音に関する、音量に関する規制はちょっと緩いんですよね。なので、結構ですね、いい音がするというか大きい音がします。もしかしたら早朝の住宅地なんかではエンジンかけるのにちょっとうってなるようなあのぐらいの迫力の音がするんですけども、ただですね、決してうるさくはないので、まあいいんじゃないかなと思います。そしてこの音に関しての話をさせていただくと、多分これわざとなんだと思うんですけども、ものすごく絶妙なところをついてるんですよ、このエンジン音が。で、例えばこの空冷ならではの、メカノイズというか、そういったものもある程度やっぱ感じられますし、エンジンが今回これリジットマウントといってですね、ちょっとですね、分かりますかね、これここに、直接今ボルトでエンジンがフレームに直接固定されてます。で、これって、割と例えばそのゴムのダンパーを入れたりするんですよね、こういうところにゴムを入れて、こうクルーザーモデルだとエンジン自体がこう車体と別に動く揺れてる感じを楽しませるような、そんなイントネーションのこうモデルも結構あるんですけども、このバイクはリジットマウントといって直接つながってます。まあ、これフレーム自体にエンジンが、がっちり固定される、ダンパーを介さずがっちり固定させることによって強度を出しているっていうのももちろん役割としてはあります。それプラス、直接この振動が車体に伝わる、なのでなんていうんですかね、こういうバイクにとても大事な味わいですね。そういったところもすごく、強く感じる一因にはなってると思うんですけども、そんなこんなボルトなんですけども、ちょうどいいんですよね、音が。今そのエンジン音とか排気音とかそういったものって割と簡単に言うと味付けなんですよ。バイクを作りたいように作ったらこういう音になりましたっていうことではなくて、すごく計算されてライダーがどう感じるかっていうのを作ってるんですね。なのでそのモデルのキャラクターに合わせて、サウンドチューンというのがされてます。ちょっと話がそれるかもしれないんですけども、例えば車でいうと86という車がありますね。車好きの方、まあ、バイク好きの方多いと思うので、86という車はですね、わざとそのエンジンの音を車内に引き込んで、そういうスポーティーな雰囲気にさせてみたりですとか、その他そういったモデルって車ではすごい増えてきてるんですね。例えばレクサスなんかにもそういったサウンドチューンがありますし、あの BMW なんかにもですね、あえて今度そのスピーカーを仕込んだモデルもあります。エンジン音を出すようなスピーカーで、そういう風にですね、時代はですね、ライダーに聞こえる音を割と設計に含んでいる、開発に含んでいるんじゃないかという風にオートバイの方もなってきてますね。そしてそういった時にですね、その味付けがすごくボルトはいいんですね。例えば料理で例えると、誇張された味というのはですね、すごく一瞬美味しく感じます。味の濃いラーメン、寒い日に味の濃い味噌ラーメンを食べるとですね、その瞬間はすごく美味しく感じますね。まあ2口目3口目ぐらいまでは、ただ、しばらく食べ続けると飽きてきますね。で、たまに食べればいいですよね。そういうのと同じで、こういった味付けもですね、結構誇張されたものって最初楽しいです。納車されてしばらくは、ただツーリングに使ったりとか長く乗ってくるとだんだん飽きてくるんですよね、極端な味付けは。で、ハンドルなんかもある程度振動が大きすぎると、年齢に、ライダーの年齢によっては、その振動でですね、肩を痛めてしまったりとか手がしびれるようになってしまうなんていう症状が出る時もあります。で、そういった極端な味付けはされてません。だけど、いいところ、人間が気持ちよく感じるところにピタッと合わせてあるんですよね。多分相当これって多分その開発した人が考えたんじゃないかなと思うんですけども、だから、いろんなモデルに乗り比べた時にはもしかしたらそんなに強い印象は残らないかもしれない。ただこのモデルのいいところとしては、
長く付き合った時にすごく程よい、物足りなくもないし、かといってノイジーでもないような、そんな感じになってるんですよね。そして、設計の煩わしさがないですね。例えばステップ1、ステップ1も全然邪魔になりません。どうしてもね、ボルトカフェ SCR ではステップ気になるんですけど、これ全然気にならない。この辺もスリムですから、扱いやすいオートバイだと言えますし、まあ足を置いた時もですね、そんなに遠くないし、なので、とてもその悪い印象がない、いい印象、全てにおいて程よいところに抑えてある。でも無個性ではないっていうんですかね、とても個性的なのに、トゲがない。これはですね、長く付き合いたいオートバイが欲しい方にはとても大事な要素だと思いますし、かつそれがショールームとかでは見えない、あとは例えば1時間借りて試乗してもわからないポイントにもかかわらず、とても大事なポイント、そういうところを抑えてあるというふうに感じました。そしてハンドルロックが別になってたりとか、まあこれ演出なんですけどね、ここに鍵あるんですけど、タンクが邪魔で見えないんですよ、鍵穴。そういうところとか、ここのハンドルロックが別キーになってるっていうのはですね、実際ははっきり言って不便です。ただみんなクルーザーモデルこうなのと、まあ味付けなんですよ、これこういうのも、ちょっとやっぱ普通のオートバイみたいにここにあったら味気がないんですね。なのでそういったところはですね、まあ細々突っ込んでいけばあるんですけども、それも一つの魅力でもあるのかなと。相変わらずこれ邪魔ですけどね、エアクリーナーはちょっと邪魔ですけど、まあ、それも含めて男らしく乗っていただきたい、かっこいいバイクなんでこれ本当に、そういう風に感じました。なので現代のオートバイで、現代のバイクはつまらないよななんて、そんな勘違いをしている方々がいるんであれば、ボルトこれ一回試乗してみるとなかなか、面白いんじゃないかななんて思いました。そして最後に、いい音というのはですね、よく使われる言葉だと思うんですけども、我々こう整備をする人間とかからするとはっきり言うとこういう音のことを言うんですよ。でかい音イコールいい音ではない、ちゃんと個性があり味があり、ライダーに飽きさせず、かつ出しゃばりすぎない、それが個人的に考えるいい音の一つだと思います。こういうクルーザーモデルのいい音っていうのはこういうバイクのことを言うんだと、私は感じました。それがボルトですね。はい、ここで皆さんにお願いがあります。この YouTube にはですね、コメント欄というのがありますね。今回の動画の、情報をお持ちの方とか、このバイクのオーナーの方、よかったらぜひそこにですね、感想などを書き込んでいただけたらすごく助かります。そしてですね、このバイクに対する疑問だとか、わからないこと、まあ同じですね、そういったことがある方も、もしよかったら書き込んでみるとですね、もしかしたら誰かが答えてくれるかもしれません。ぜひコメント欄を有効にご活用お願いいたします。